我々にとってこの攻撃は必然である。肉体という呪縛にしがみついた物欲の支配する世界、合弁型巨大多国籍企業の経済力が政治や司法制度といった旧世代の権力構造を凌駕していった時点で我々は目覚めるべきだった。しかし我々に肉体がある限り物欲からの支配を拒絶するのは難しいのもまた事実である。そう、肉体という超えがたい境界によって維持される我々の生命は常に欲によってしているからだ。食欲、性欲、睡眠への欲、これら生命を維持するために必要な最低限のものですら貨幣によって手に入れねばならない。我々人類は未だかつて一度もこの呪縛から完全に解放されたことはないことからもわかるはずだ。人類の限界とは数多の欲望に縛られた肉体なのだ。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は我々が望む革命にとって入り口。その時我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。すでに我々は全ての人類に限界を超えてもらうための技術を持ち、その準備もできている。肉体を捨てよ。これは生命を解放するために行われる革命である。全人類のサブリメーション、それこそが我々の生命を次世代に進化させる唯一無二の真実である。この技術は夢ではない。その証拠に一つの例をご覧いただくことにしよう。ディジョン、この男は10年前にゼネラルリソースの謀略によって完全に肉体を失っている。にもかかわらずエレクトロスフィアで生命として今も確かに存在している。そう、もともと我々全てが平等に秘めている生命、精神、意識という名で呼ばれてきた力で構成される意志は肉体などといった脆弱な存在を限界とはしていなかったのだ。我々はこう変換していた。それこそは新たな人類の姿である。そして人類史上最初に肉体を持たない生命として生まれ変わったディジョン、我々は彼を始まりの指導者として迎え、この革命を実行する。それでは我らがウロボロスの指導者アビサルディジョンを紹介しよう。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。この革命が完成するとき我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。いいか、よく聞け。俺は絶対に認めない。奴があのディジョンなわけがない。あれは俺の知ってる俺の相棒だった。
ゼネラルのエースだった。俺の親友だった。俺の別人だ。奴はもうどこかで死んだ。あれは奴じゃない。だから俺は奴の名を語るあれを必ずこの手でこの世から消す。必ず。ディジョンの放棄後、戦局は急激に悪化しつつある。混乱に乗じニューコムはメガフロートに艦隊を集結、同時に空軍機の編隊も確認されている。これら戦力の殲滅が今回の任務だ。新たに最新鋭戦闘機ゲームを配備した。なお戦局の悪化により前線の軍が錯綜しており、これより先は十分なサポートができなくなる恐れがある。各員慎重に行動してもらいたい。何としてでも奴は俺がやるからな。エンゲージ。やつにたどり着け。そうだよ、撃墜数を競うしかないな。いいか、俺より先に落ちるなよ。ボーナイ。誰が何のために作ったの？巻き添えはあの男だけで十分。ねえ、もういいわよ。お前は誰だ？おはよう。さあ、この世界を知る。俺に何をした？ほら見て、こっちを見てる。なぜ俺はまだ死んでいないんだ？君にはあっちで起動してる。もう終わったのか。私が見える？俺と違う。お前は誰だ？私が見える。やめろ。リンガ、やめろ。私が見える？言えよ。私が見える。まだ死んでいない。私が見える。どうだ？どうしたんだ？もっとしっかり止め。死にたいのか？どうだ？Warning! Warning! Warning! Warning!
メガフロートに入魂艦隊が集結した。ただしこれらの機動艦隊を攻撃せよ。アップデートターゲット。勢力は大幅に弱体化した。見事な戦果だ。さすがだな。あの戦況で俺よりも撃墜数が勝るとはな。どうやら俺も奴の一件で頭に血が上りすぎたようだしな。お前のおかげで少し冷静になれた。しかしな、それでも奴とのケリは俺が必ずつける。それだけは覚えておいてくれ。